どういうことなの？話って何？何言ってるの？そんなわけないでしょ？神岡君が犯人なんてありえないわ。最初からきちんと話して。そんなの神岡君の思い込みに違いないわ。ちょっと待ってよ。神岡君が手を下すって、そんなみんなが見ている前で不可能じゃない。神岡君しっかりして。超能力だなんて子供みたいなこと言って。ちょっと待って、幻覚って何なの？でも。動機や手段は分かっているの？何のためにそんなことをしたの？どうやって人を意識不明にしたの？事件が起きた時に意識がなかったから自分が犯人だなんて推理は乱暴すぎるわ！そんなのただの偶然よ！それが今回の事件に何の関係があるっていうの？やっぱり私納得できない。動機は何なの？それに神岡君の力って何なの？そんなもの信じられんと思う？だって今私が突然超能力が使えるって言ったら信じる？経験？超能力が存在しているって状況から推論しているだけなんでしょ？そんなもの証明にも何もなりはしないわ。私の意識を奪ってみせて。どうやるの？見せてみて。さあやってみてよ。目を見つめるの？それともキスをして抜き取るの？力は推論じゃないってどういうこと？だったら実際に見せてよ。何か自然現象のせいでカラカラに乾燥していてひびが入っていたとか、絶対に科学的に説明できる原因があるはずよ。どういうこと？彼女が証明してくれるって。星原さんに会えば力が理解できるのね。
そうなると思います。ちょっとまさか1年前の事件まで自分が犯人だったなんて言い出すんじゃないでしょうね。どういうこと？なぜそう思うの？どういうことなの？麻生さん、超常現象を信じますか？突然何よ！何言ってるの！？考えて、私の質問に答えて。そんなもの信じないわよ！麻生さんは、感情を制御できますか？どういうことなの？あなたは、神岡さんのこと、好き？1年前の出来事を覚えていますか？覚えていないわ。あなたは星原ゆいという人間をどう思っています？わからないわ。私、星原さんも神岡君もわからない。落ち着いてください。
感情を制御できますか。神岡さんは麻生さんを好きですか。では始めます。星原ゆりは家庭問題で悩んでいました。しかし親友の麻生さんの存在が彼女に安息を与えていました。それに彼女は恋をしていました。幸せになれるかもしれないという期待で胸を膨らませていました。しかしそれも長続きしませんでした。恋しい人の悪魔のような行為を親友の麻生さんから告げられたのです。彼女は麻生さんと喧嘩別れをし、恋しい人神岡さんに事実を問いただしました。しかし彼は犯行を認めたのです。すべてに絶望し精神的に追い詰められた彼女は神岡さんと一緒に屋上から飛び降りる道を選んだのです。私はある理由があってこの世界とは次元の異なる別の世界からやってきました。私はとっさに落下する星原ゆりの体に入り力を使って二人を着地させました。ユリ、昔のユリはどうなったの？彼女の心はこの世界にあっては永遠に安らぎを得られない。私は彼女の心を私がやってきた世界に送りました。彼女はその世界で別の姿となり生活しているはずです。
でもそれまでの彼女の記憶は全て私の中にあります。課外授業のことも知っています。あなたが髪を伸ばしていた頃も。違うわ、あなたはユリじゃない。ユリを返して。それもこれもあなたが犯人だったからでしょ。神岡さんは力のせいで操られていただけ、責任はありません。分かってるわよ、そんなこと。そうです、神岡さんが犯人ということ。それを星原ゆりに話したという記憶は覚えていても辛いだけですから。でも麻生さんにはもっと辛い思いをさせてしまうことになりました。麻生さんの記憶から神岡さんに関する情報は消えましたが、直前に星原ゆりと喧嘩になったという記憶は残っていました。しかし曖昧な記憶です。麻生さんは謝りたいと思ったようですが、原因もわからないのではなかなか言い出せずにいました。でもそれは私には好都合でした。麻生さんと親密な関係になれば、麻生さんは星原ゆりの変化に気がついたでしょう。それは避けなければなりませんでした。私はあえて冷たい態度を取り続けました。親友が突然よそよそしくなったのです。それも理由もわからず、麻生さんの困惑と悲しみが痛いほど伝わってきました。でも私にはそうするより他はありませんでした。あれは神岡さんの中にあるものではありません。思考操作で消し去れるものではないのです。